ターへ爆発物を積んだトラックが現在も逃走中。ユニオンスクエアで事件発生。私が警告。見失う。私が警告していた問題に直面するご婦人から電話だ。昨夜お風呂から出てすぐ窓の外を見たの。そしたら何が見えたと思います？スパイダーマンよ。我が物顔でスイングしてたの。裸だったのに。ご婦人大変でしたね。まず第一に、あんな格好するやつは間違いなくまともじゃない。覗き魔になる一歩手前ってやつだな。諸君、1階に住んでいようと31階に住んでいようと同じことだ。カーテンは常に閉めておけ。窓の鍵もかけておくんだぞ。スケベな雲男はすぐそこにいる。ラボに行かなきゃ。スパイダーマン、助けてくれないかな。ルームメイトがずっと行方不明なんだよ。分かった。名前と最後にいた場所は？名前はカルロス。ソーシャルメディアで顔認識サーチをかけたんだけど、ほら今からメールするよ。頭いい。君は？フィリップちゃん。よしフィリップ、僕に任せて。他にも行方不明の人がいたら教えて。よし、写真に写ってる場所を特定すればいいんだな。自由の女神像が映ってるってことは、ここからずっと南、大学からは遠い、多分金融街かもな。フィリップ、写真を撮った場所に向かってるんだけど、これいつの写真？タイムスタンプは30分前。すっごい便利。この顔認識って自作？ああ、卒論のプロジェクト、就活で使えると思ってさ。うまくいったら僕が推薦状書くよ。大学のずっと南のはず、多分金融街じゃないかな。これ多分あそこじゃないかな。あの学生たち、ハロウィンパーティーの奴らと同じだ。リーに操られてる。広がってる。早く止めないと。これで最後だな。どうなってんだ。いつも通りだったのに、突然怒りに駆られて止まらなくなってさ。もう大丈夫。でもしばらくネットは見ない方がいいかも。
想像してほしい。放置されたショッピングカートが車に当たったら修理工場に持っていくだろう。ただその店がトゥームストーンという麻薬王の隠れ蓑で、ヤスとスパイダーマンが次の瞬間勢力争いをし始めた。君ならどうするかな。俺なら店の中に入ってスパイダーマンとサメみたいな牙の大男が戦ってるのを見るだろうね。その男がロニー・リンカーン、別名トゥームストーンだ。奴らはドラッグをめぐって戦っていたんだろう。使用者をゾンビに変えてしまう新たなドラッグって噂だが。喧嘩の理由は知らないよ。俺はトンズラしたし。おい、大変な目に遭ったんだろうが、言葉遣いに気をつけてくれよ。これは家族向けの番組だ。ごめん、まあとにかく逃げて正解だったよ。すぐに警官と消防士が駆けつけたからさ。彼らこそ真のヒーローだ。安心したよ。デカブツ退治ってわけだな。これ家族向けなんじゃないの。ジャレッド、電話を切れ。